パリキさん、自分はエイベックスのアレージアンサーが大好きです。特に五十嵐光さんと春さんは好きです。今五十嵐さんは何をしてますか。五十嵐か、何してんだお前っていうぐらいに、 何してんだろうねあいつも。いやあれ、貸しレコーダー時代のうちの貸しレコーダーの店長だからね。もう何十年の付き合い。まあ繊細だけど、曲作る、まあ、アレンジャーとしてはね、小室さんばりに五十嵐が作った曲ってわかるから、まあアレンジャーとして使ってもいいんだけど、アレンジャーとして彼を使うとさ、なんかさ、何も知らない人たちが、ELT にそっくりじゃん、マネじゃん、Day After Tomorrow のマネじゃん、Girl Next Door のマネじゃんって言うんだけど、それ小室さんに小室さんのマネじゃんって言ってるのと同じだからね。本当にもうみんなの知らなすぎ。五十嵐は、そうね、ちょっとそろそろどうにかしてもらいたいね、結婚もしたことだし。何やってんだよ、五十嵐よって、見てるか、お前、ちゃんと曲作れって言ってきました、今。曲作んないでもアレンジぐらいしてもらいたいね。ちょっと後で電話してみよう。怒ったら怖いか。怒っても怖くない人よりいいでしょ。怒っても怖くない人ってダメじゃない。怒ってんだから、怒った時は怖くなきゃダメでしょ。怒ってないよ、五十嵐には。そういう関係値じゃないし、もう、うん、いや本当にもう俺が今こんだけやる気が出てきてんだから、五十嵐もちゃんと頑張ってくんないと困るのね、うん、そういう意味だからさ。